もう本当に8年連続8回目、そして秋元先生も8回来てくださってるということですけれども、すごいですね、これは、今年はですね、このステージに立ってくれるメンバーが去年と少し顔ぶれが違ってきていると思うんですけれども、いかがでございましょうか、秋元先生。まあまあ毎年変わりますよね。野呂さんも元気でよかったです。もう本当元気だけは取り入れでございます。野呂かやです、よろしくお願いしますよろしくどうぞ。さあ早速ですけれども、今年は秋元総合プロデューサーにメッセージ、それから質問をご用意いたしましたので、それを聞きながら進めていきたいと思います、うん、まずはこちらを聞いてください。オリジナル公演やるぞみたいな発表あったじゃないですか、チーム N から始まる。もうその瞬間、発表された瞬間に嬉しさとかもうそんなのないですよね、うん、大丈夫みたいな、秋元さん大丈夫かなって、もう秋元さんの心配しか出てこなかったです。いいのに、無理しなくていいのにって思って、もちろんもうやらなきゃって決断したと思うんですけど、心配にならないですね。なのでまだね、次世代が今着々と勢いをつけて頑張っているので、みんなのためにも健康でいてください。秋元先生がやっぱ全ての楽曲を手掛けてくださってるっていうことは、私やっぱすごいことだなっていうふうに、もしそれに甘えちゃいけないなっていう部分もあるので、とにかくお体には気をつけて、まあ、歌詞ね、追われてると思うんですけど、そんなに急がなくても、私が言うとあれなんですけどね、急がないで私はいいですっていうふうに言っちゃいそうになるので、もう本当に感謝ですね。はい、あまりご無理をなさらずに、きつかったら周りに言ってください。はい、ということで、総監督の高見菜さんと、それから大島チーム K のキャプテンの大島優子ちゃんのメッセージでしたけれども、忙しいと大丈夫ですか、ということでございます、皆さん思っていることです。本当にね、なんかこう肥満児がゴールに入っていくのをみんなが温かく見守ってるようななんか感じがしますけども、ありがたいですね、気を使っていただいて。確かにしんどいですすごいしんどいですが、今もうチーム S 書いてますからね、もう どんどん行きますよ、はい、これ信じて、どんどん、ね、どんどん遅れながらどんどんずれ込みながら、ね、そうどんどんずれながらも、ね、でも行くんだよ、グラフのような感じで行きますよ。遅れてるっていうことで言いましてですね、まあね、でも月1本のペースで新作を書き下ろすという、もう当然です、宣言をなさってますが、ちなみに11月19日に NMB48 の新公演、ここにだって天使はいるがスタートしましたけれども、これはどれぐらい押したんでしたっけ。わからないぐらいです狼少年ぐらいですねでもやっているぞと、ね、ちゃんとできましてよかったですね。一人で全部やるっていうことの、 SDN もやらないとな。いや、ちょっともう、SDN はですね、それぞれ歩み出しておりますけども、最終号、そうですね、それぞれがそれぞれの方向向いちゃってるんで、いらないの、また改めてやってもらえたらね、野菜スティックみたいになっちゃって、何言ってるの、何それ、大丈夫、それ、ダメです、失敗しました、今のは取り消してください、大丈夫ですか、はい、秋元先生来たら、ノンティがものすごく緊張するって言ってたんで、はい、優しい目で見つめてあげてください。いや、 やっぱり今の、野菜スティックで変わってないなと思いましたよ、はい、今言っちゃってからやっちまったと思いましたよね。いや、やっぱり野呂が、野呂しかわからないことを時々言うよねそれがいいんじゃないの。すみません、ありがとうございます。ちょっと嬉しいじゃないですか、今の言葉、ちょっとこの距離あるんだから今日は頑張っていけな、ね、はい、声だけ張って元気だけとりあえず野呂かやです、よろしくお願いしますさあ、ということで BFM ミッツ AKB48 S ステージトライ、この後 CM 挟んでまだまだ続きますよ。ひとりさとのろかゆが、ベイエフェンマリブホールから緊張しすぎ公開のポストでお送りしております、ベイエフェンミーツ AKB48 エースステージトライ、イエーイ、イエーイ。それでは引き続き AKB48 グループ総合プロデューサー秋元康先生と AKB48 まゆゆ、パルル、ゆいはん、りっちゃん、あ、りっちゃんじゃない、河江、あみ、もっち、きたりえ、みーちゃんを迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ょっと川栄は報告あるんじゃないですか、はい、あの先生に。あのさっき勝手に改名しちゃったんですよ。あの本当はニックネームりっちゃんって言うんですけど、うん、あの川栄がいいんじゃないかってなったので川栄にしちゃったんですけど大丈夫ですかね。いいんじゃないの。あ、いいですか。わー、嬉しいです。正式にオッケー出ました。ありがとうございます。さあ、それでは秋元総合プロデューサー、続いてはこんなメッセージが来ております。聞いてください。毎回素敵な曲を、素敵な詩を書いてくださるんですけど、チーム A 最近可愛い曲をいただくことがあったので、チーム A のイメージは可愛いイメージなのかなって思うので、うん、これからはそうですね、まあ、高見良さんもね、こう可愛い曲をやるやってるのでそうですね、若い子も多いのでもっと可愛い曲でもいけるかもしれませんということで、隣に座ってる、隣ではない、あ、隣の隣に、隣の隣ですね、はい、はい、よいはんからのメッセージでございましたが、はい、いや本当にね、可愛いあの曲もいいと思うんですけど、はい、やっぱり、うん、一番僕が興味があるのはやっぱり横山のこの喋りがいつまで続くのかなっていうあのあれですね、そうですね、あのなんて言うんやろ、うーん、ほんまにね、ほんまにね、うーん、なんて言うんやろ、 あれが好きです。あ、本当ですか、うん、バレてました、その喋れないところが、うん、その喋れないところがいいでしょ。でこの間ね、高見菜と新幹線の中でその話になって、はい、あら、それで二人の共通のね思いは、はい、でも喋れないの分かってて長いよねと、はい、喋れないのに尺取るよねっていうのが僕と高見菜の共通の意見でした。そう、でもみんなこのね、あのグダグダな、横山トークを楽しんでください。これだってどんどん上手くなっちゃったらつまんないもんな。あ、本当ですか。じゃあこのままで行かせていただきたいと思います。ずっとあれですね。うーんって言って、ゆいはんブレイク、ゆいはんブレイク、尺だけ取らせていただきます。すごいですよ、はい、ゆいはんの番組ぜひ見てあげてください。あれ、あ、まだね、やってますね、京都ではんなり、はい、はんなり巡る、すごいですよこの番組は。1時間やらせていただいたんですけど、 大逆番組ですギャグじゃないです、本気の旅番組ですよ。本当にお腹抱えて笑えるぜひ見てください、ね、いや、ぜひ、はんなりのはずなんですけれどもね、お腹抱えて笑っちゃうという、はい、なんかでもあのそういうそれぞれせっかくですから、うちのチームにはこういう感じの方がもっといいのよ、はい、やって作ってっていうのないですか、リクエストは。皆さん、うん、 A 以外でも K、B それぞれ、うん、みーちゃんどうなの、みーちゃん、みーちゃん、やっぱりあれだろ、はい、うん、力ダンスみたいなの、あダメです、合力ダンスダメなんですよ、チーム4は、うん、あの見たい合力さん、合力さん、合力さんですか、違うの、合力さんが幕張にいらっしゃるんですか、合力さん、合力さん、合力さん、チーム4はね、私以外こう未来のある可愛い子たちなんで、まだまだフレッシュな曲をお願いしたいです。まだネタに走らずに、ネタ走ってないよ、ね、まだ大丈夫ですか。すごくいい曲でしょ、青春フィロソフィー、本当に素敵な曲でした、いい曲だよ、ありがとうございます。なんかね、4のチーム4の人がこの間ラジオに来てくれたんですけど、うん、あのすいません、どっか悪いとこあったら教えてください、なんかどこが悪いでしょうかとか、すごい真面目なんだよね、全然悪いとこなくて、すごいこちらは助かっておりますので、ああ、伝えておきます、ありがとうございます、ビシビシ、はい、さあ、それではもう一人のリーダー、梅田チーム B のキャプテンの梅田彩香ちゃんから、秋元先生にこんなメッセージが来ております。秋元さんって本当ミス化してるので、メンバーのこと苦手って、避けてるって分かってるから、そのキャプテンを与えられたのかなって思うと、秋元さん意地悪ですねってすごく思います。でも私の人生の中でこれだけ大きくなってる AKB の中のキャプテンをできてるっていうのは、すごいこれからも誇りになるので、ありがとうございますって素直に思います。はい、ということで、梅ちゃんのどんだけ真面目で一生懸命考えてるというテンションが出ていましたけれども、ね、秋元先生に見透かされちゃってるっていうことですけれども、やっぱり、一生懸命考えると何をすればいいかってなかなか難しいよね。 AKB ってそれぞれのポジションがあったり、
ん、だからやるしかないんだよね、なん何かを、うん、何でもいいからやった後にそのあこっちだったか間違っちゃったとか思わないと。だからその梅田がキャプテンになってもう好きなようにやればいいと思うんだよね。だけどみんなに気を使ってうーん今自分がこういうことを言うとなんかこうまずいかなとか、うん、あの気分を害しちゃうかなとかっていう風になってるところがこれからのテーマだと思う。もっと言いたいことを言った方がいいと思うんだよね。うん、だからもうちょっとはっきり言えばいいと思うんだよね。パルル起きてんのかよとかなあそういうの言えばな起きてますよって言うよなちゃんと、ね、答えがね明確なことが返ってくるというそういうでもあちょっとここもこうしたらもっといいのになっていうそれぞれのメンバーになんかメールをしてみるとかこんな風にって言ってみるとかっていう機会はあるんですか今これだけのサイズになってありますよ。もちろん、うん、あのメールなり LINE で話すときもありますし直接話すときもあるしあるいはスタッフにこういうふうに伝えといてくれとかもう例えばなんだろうな今、中村真理子がすごく頑張ってるんで、はい、もう中村真理子あれだけなんだろうなこう、うん、恵まれなかったけれどもそれが今実ってる感じがするんでもう MC として育てようとかっていうのは本人と僕は話してないけれどもそういうふうにスタッフに伝えてだからこの間のドラフト会議でも、彼女が MC に入ったりするようなことはありますよね。ね、ドラフトの話も今出ましたけども、ね、あれだけの場で中村真理子ちゃんって知らなかった人だってねもしかしたらいるかもしれないところにすごいインパクト残しましたからね。あ、こうやって光を当ててあげるんだなっていうのそうですね。もうかつてはナチノンとかねすっごいすっごい力入れたんですよ本当に難しい全力でナチノンってもう毎回ね僕がリハーサル立ち会ってずっと夜中になネタ合わせ俺多分ねそのネタ合わせって俺トンネルズ以来だと思うんですよ。本当に手をいろいろ施していただいたんですけれども結果指原さんの方に追い抜かれたという形で、でも今なんかピンで頑張ってるからすごいよね。ピン芸人として芸人ではねそういう認識だったらもうそれで構いません、はい、秋元先生の、ね、心の片隅にちょっといればもう私は十分、ね、ノロはねすごく面白いんだけどもねどっかにねなんかこう女の子があるんだよな。なそうだよね。そうでしょ、はい、それはもう本当にその通り。ね、はい、こう本当に面白いじゃないですか。こういろんな番組に出て面白いなと思うんだけど、どっかにでもなこれ以上やると月9がなとかと思ってるんですよ。月9狙ってますか？また月9狙ってんの？いや先生、その通りでございます。申し訳ない。まあでもある意味そういうねトライの精神を忘れないのは重要なことではありますけどもね。ナイストライ。すみません。もうちょっと殻をね破っていこう。これ以上破ったらもう脱ぐしかなかってまいりますけど。大丈夫でしょうか？さあまあいろいろとまだまだお話をお伺いしていきたいと思いますけれども、この後もベイ FM meets AKB48 エースステージトライ続きますからねお楽しみに。ベイ FM meets AKB48 8th stage。野呂佳代がベイ FM マリブホールから公開生放送でお送りしているベイ FM ミーツ AKB48 エースステージトライ。さあ皆さん、さあ引き続き AKB48 グループ総合プロデューサー、はい、秋元康先生です。どうも。そして AKB48 メンバーはまゆゆ、パルル、ゆいはん、かわえ、あんにん、もっち、きたりえ、みーちゃんを迎えしております。お願いします。お願いします。ここまではリーダーたちからのメッセージをご紹介しましたけれども、実は一つですね、今回、まあ、前回に引き続きという形になりますけれども、番組にメッセージをくださった AKB48 フォロワーのお一人、 AKB48 論の著者漫画家の小林よしのりさんがもう非常に熱く、まあ、非常にストレートな意見をいただきましたので、秋元総合プロデューサーぜひ心して聞いてください、はい、どうぞ、はい、ある意味この前のそのドラフト会議をやったのはこんなことやっていいのかなって一瞬思ったんですね。私はなぜかって言ったら、全部その本当にいい素材の中からね、これは
って選ぶのはね、秋元康だったはずでしょ、本当は。その秋元康はその権利まで人に与えちゃうわけと思ったんですよ。えっと思ったのね。でそれをメンバーに与えちゃうわけかと、すごいいいのかなそれっていうね、そういう感覚があったんですよ。でもそのスリルでしょ、それは。それはスリルですよ。でだから結果として見てみたときは面白いと思ったんですよね。はい、というふうに聞いていただきましたように、はい、結果ドラフト会議は面白かったというふうにおっしゃっている小林さんですけれども、どうでしょうか今のコメントを聞いていただきまして。やっぱりね、もちろんそうなんですけど、今 AKB はやっぱり第2章になってて、一番思うのはやっぱりメンバーの成長が一番大きいと思うんですよ。だから今まで例えばスタッフにどうだどうだこうだとかって言ってた部分を今直接メンバーに聞くことが多いんですね。例えば新曲どうだとか、今度のステージどうだとか、今日のテレビの番組はどうだったかとか、つまりそうなっていくとだんだん彼女たちが、つまり AKB のメンバーが AKB メンを作っていくようになっていくんだと思うんですよね。だからそれはもしかしたら作詞とか作曲とか選曲も含めてアレンジも含めてメンバーが別にシンガーソングライターのように自分たちで全部作るわけじゃないけども、こういうものをやろうとかっていう風になっていくんだと思うんですよ。だからドラフトのようにメンバーがメンバー、ああいう子がいた方がいいんだとか、あこういう子がいた方がいいんだっていうことがもっとあった方がいいんじゃないかなと。それはやっぱりメンバーが成長して、だから峯岸にもチーム4どうとかって聞くし、それはチーム4のマネージャーとかスタッフに聞くよりやっぱり峯岸の方が確かだし、そういうことが多分これからの AKB のテーマじゃないかなと思うんですよね。だからそれで僕が言ったのは、ダイヤモンドっていうのはダイヤモンドじゃないと磨けないんですよ、コードがね。ダイヤモンドの硬さじゃないとダイヤモンドは磨けないとっていう話を僕が公文社の青木さんに言ったら、青木さんが間違って誰かに秋元さんが言ってたんですけど、ダイヤモンドはダイヤモンドじゃないと見つけられないんですって。そうじゃねえ、そこだいぶ違いますね。だいぶ間違えてるんですよ、青 G が。青 G だから日刊かなんかの新聞にダイヤモンドはダイヤモンドじゃなきゃ見つけられないって、ちげえよちげえよって。青木さんがあったら言ってあげてね、間違ってるよって。まあ、その言葉でも間違ってないじゃね、ダイヤモンドのみんな、メンバーがダイヤモンドを見つけるっていうことは間違っちゃないけれども、うん、秋元先生が言いたかった部分とはちょっと根本違いますね。だってダイヤモンドはダイヤモンド見つけないもん。そうですね、そうでしょ、自分たちもダイヤモンド、ダイヤモンドはダイヤモンドを磨くんだから、そのダイヤモンド同士がこうぶつかったりなんなりするとそれは輝いていくんですよ。だからうん、みんなそういう風にね、ドラフトとかいろんなことを試して、もっとみんながチャンスを掴んでほしいなと思うんですよ。だって峯岸だって剛力ダンスね、はい、来たよね。なんか剛力ダンスありがとうございます、ね、はい、だっ、あれびっくりですよ、このまたこの中途半端なボリュームガンガン来てくれると、あれなっちゃった、ゴーリキさんじゃないですか。あ、本当に踊れたんだね、ちゃんと。素晴らしい、みーちゃんに大きな拍手。すごいね、だってさ、再生回数が1000万回超えたんでしょ。本家の方の PV がね、私がやる前からもう目前だったらしいんですよ、うん、980万回ぐらいのところをポンとちょっとやったぐらい、どうしよう、恐れ多いです。いやでもね、そこにね、よかったよね、まさかのところにチャンスは転がってるんだなと思いました。チャンス転がってるよ、びっくりしました。すごいなと。だってさ、それはもうみんなさ、だって川栄なんてバカっていうだけだぜ。そうですよ、バカで、バカでチャンス掴んだもんな。バカでなんかこんななっちゃって、なんかすみません本当に、うん、だバカでチャンスをね、掴んだ人とか、塩で掴んだ人とか、塩ね、うなぎで掴んだ人とか、うなぎで、そういうことじゃん。すごい、
秋元先生、はい、実はさっきの小林さんなんですけれども、はい、まだねつぶやきが残ってるんですよ。まだつぶやいてるんでね、ちょっと聞いてみてください。うん、わしの歴史はみよりに始まってみよりに終わるのかもしれないっていうような、なんかものすごい、うん、ますます情が深くなってしまう。ということでですね、あんなになんかご立腹だったかと思ったら、やっぱりみよりで、これはやっぱり秋元先生に聞くよりも、まゆゆ的にどう今の聞き捨てならないんじゃないの？え、私ですか？まゆ、だって、小林よしのりさんといえばもう、まゆゆを押すがために仕事をして稼ぐぞぐらいの方ですからね。あ、そうですね。でもやっぱり、よしのり先生の根本はみよりにあるんだなって。みよりんから始まって、間にいろんなメンバーにちょっと浮ついたりするけど、やっぱりミオリみたいな、そういうやっぱりそのなんだろうな、オタクの信念じゃないけど、ちょっとあのいい意味で褒め言葉ですよ、超褒め言葉ですけど、そういう意味であるんじゃないかなって、今の深い言葉でしたね。じゃあもしかして次はやっぱりマユじゃなくてミオリに入れるっていうことでもいいんですか？あー、それ極楽マユ的には相当ご立腹になっちゃうでしょ。悔しいよもうさ、いただきましたよね。いただきました。言わせたいだけじゃないですか、それ。ちょっとどうしても言わせたかった。ずっと言わせたかったですよね。そうなんです。びっくりした。マユあんなになっちゃった。すごいですよ、ね、いやでもやりきって可愛い、すごいよね。いや、うん、でも総選挙の時の公式ガイドブックを見てたらですね、大島優子さんがマユの面白いところを出していったらすごくもっといいのにっていう風に書いてあった一言、私は見逃さなかった、ここに繋がっていたんだっていう風に思いました。繋がりましたかね、うん、はい。いかがでしょう、秋元先生。ポカンとしないでください。いいよね、眉はね。正統派アイドルですから。だから、本当にもう大島も、ね、次は眉に託しますって言って、そういう思いでいたのに指原が言っちゃったんです。すごい怒ってたもんな。そうじゃねえだろうっつって。だからそういうところがいいんですよ。みんなね、それぞれが。まあでもね。これだけいろんな記録とかを持ってきてしまうと、センターっていうのはね、みんななりたくても相当なプレッシャーになってくると思うんですよ。もちろんそれは売り上げの枚数だったり、そういう記録にもつながってきますからね。で、前回の AKB48 33枚目のシングルのハートエレキのセンターに あえてその小島春菜さんをしよう、小島春菜にしようっていうのはどういうところだったんですか？やっぱちょっと大人っぽい曲、まあ恋チューンがあったので、その次は、ちょっと大人っぽい曲に行こうと。いつもはダンスナンバーなんですけども、もうそのも10月曲はダンスナンバーっていうのがなんか毎回決まりみたいになっちゃうとつまんないなと思ったので、そういうのをやろうと思ったんですね。でその時に、まあ、そういう大人っぽい曲だったら小千春がいいんじゃないかなとか。でも小千春が初センターとかって言ってるけど、本当はなんか出てたよな、夕日かなんかで、夕日を見てるから出てるんだよね、うん、というような誤差はありつつでも、まあ、その時に、小島さんがね、でもね、小島さんにね、メール送ったんですよ、はい、大丈夫って、はい、でそしたらなんかね、絵文字で点々点々っていう、これイエスなのかな、ほうなのか分かんないなって絶妙ななんかやりたいんだかやりたくないんだか分かんない感じしたねみーちゃんがその辺もよく知ってんじゃないですか、どんな感じ。なんか最初に私高見奈といる時に、うん、次のセンター春菜なんだよって聞いた時に、うん、春菜これ大丈夫かなって、なんかそういうキャラじゃないしなって思ったんですけど、意外と本人楽しそうにやってたので、うん、こっちもそう見えましたけどね。意外となんかちょっといつもより多めになんか小顔とか通ったりして、はい、あらすごい、コンディションも整え、いつもよりコンディションを整えようとしてる姿があやる気あるんだなと思いました。どこだよね、はい、いやでもね、あの感じがやっぱり春菜のいいところだよ ね。ドラフト会議でさ、高輪プリンスでやったじゃん、うん、あの時に途中から長かったんですよみんなだって春菜がトイレ行くふりしてずっと俺の隣にずっと行ってね、ね、つまり関係者席にいてずっと見てて、なんかああどこだああどこだ言ってそしたら途中でステージ上でそれでは、AKB からも曲をとかって言ったら慌ててステージ上がってなセンターポジション行ったもんな
あの人だからスタッフなんだかメンバーなんだか分かんないでほしいよね。ついにその領域まで。まあね、居心地がいいっていうこともね、あるんだろうし、本当にこちらはオンリーキャラだと思いますけどもね。さあ、そして今あえて前回のっていう風にハートエレキのことをご紹介したのは、もう次回の作品が出ております。ああ、どういうものなのかっていうのがね、12月11日にリリースになるのが、SKE48 と AKB48 兼任メンバーの松井樹里奈ちゃんじゃんけんセンター曲でございます。で、去年のじゃんけん大会でパルルがチョキだけで勝ち抜きセンターになりましたけれども、今年のじゃんけん大会では、樹里奈ちゃんがパーだけで勝ち進み、パーコさんという風に呼ばれパーコさん、どうですかね、秋元先生、正直どう思われましたか。どうなんですかね。だから その結果ね、結果なんですよみんな、はい、でもパルがいくつだ、チョキで勝ったの。はい、勝ち手はチョキです。チョキでしょ。それから、ジュリナがパーで勝つと八百長八百長って言われるんだよ、ずっと同じのどっかで気づくだろうとか。でも多分やっぱあの雰囲気の中では絶対気づかないと思うな、うん、それとそれを出し続ける勇気が絶対ないと思うんでね、うん、だからそういうジュリナとか、パルもそうだけど、やっぱりそのプラスアルファの運っていうのがあるんだよね、うん、それが多分やっぱりスポットライトを浴びるということだと思うんだよね。だから、うん、今回の曲は、どういうのにしようかなと思ってるうちに、鈴掛けなんちゃらになったんでしょう。ちなみにこれ秋元先生はタイトルは言える、もちろん。いや、言えない。言えないよ。ちょっと、言えない。だって鈴掛けなんちゃらだもん。ちょっと待ってください。私言えますよ。言えない。さすが北原、パンと言ってる。パンと言いますよ。鈴掛けの木の道で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの。さすが76文字。さすがです。やっぱり思い入れが違いますね。北原、ね、だってな、ミュージックビデオでな、女優さんだもんな、はい、そうなんですよ。まだ公開してないの、あれしてるよね、まあ、いや、昨日か一昨日公開でした、うん、ちょっとだけっていうね、はい。でもこれうちら DJ とかは本当に大変なんです。10秒のイントロでこれを全部言わなきゃいけないんです。で、噛んじゃったらもう言えないじゃないですか、うん、ってことは全部なんちゃらで略していいってことですか。ダメだよ。厳しい。なんちゃら厳しい。タイトルだもん。本当にね、タイトルだもんって簡単におっしゃいますけれども。なんで16文字。これひどい、ね、これちゃんとしない、ちゃんとタイトル言ってもらわないと伝わんないもん。いや、伝わんないもんじゃなくて、鈴掛けなんちゃらじゃ分かんないじゃない。いやいやいや、これ伝わんないもんって言われましてもですね、気持ちが入りづらいです。10秒じゃ。だから10秒途中からイントロ出してもらえばいいんじゃないの、綺麗にね。あそうですよ、これおしゃれだよ、おしゃれ。すいません、収録じゃ生放送のもあるんで、まあそんなことは愚痴はいいですが、ちょっとメモっといてよ、今のメモっといてよ。承知いたします。さて、それではもう一つ聞いていただきたいメッセージがあるんですけれども、よろしいでしょうか。続きまして、これが最後になるかな、リリー・フランキーさんからのメッセージです。 AKB48 現象を言葉にすると、まあ、イメージで構わないんですけれども、どんな言葉で表現できるでしょうか。なんか終わらないお祭りを見てるっていうんですかね。だから、ね、お祭りって終わると寂しいじゃないですか。なんか終わらないお祭りをって誰も発明したことがないと思うんですよね。そして終わらないお祭りがスタンダードになったら、それが本当にスタンダードになって、宝塚みたいになっていくのかもしれないし、だからそのめったに成功しない終わらないお祭りっていうものを作り続けていって、それぞれの人が夢中になって、だって人生って、それは他人がやってるお祭りに参加しても退屈な時間っていうのを埋めてくれたものに出会った人って、俺すごく幸せだと思うんですよ。ましてや何かに夢中になれるのなんて人生の中で何回かしかないと思うので、だからそういう終わらないお祭りっていうのがなんか AKB の現象だと思うし、 AKB が目指していることなんじゃないですかね。はい、というメッセージをリリー・フランキーさんからいただきましたけれども、いかがですか秋元先生。いや、もうまさにそうなるといいですよね。
あのやっぱ終わらないお祭りっていうのはもちろん一番初めは僕と、22人だったかな、そのメンバーで、始めたわけですけども、でもそこにどんどん仲間が増えてファンの皆さんが増えて、それでこう大きなお祭りになってって、でお祭りっていうのはやがてこう終わりかけるんだけども、この終わりかけたところでまた違うところから違うチームが面白い踊りをし始めたりとか、それがぐる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 回ってるから、AKB48 も、8年目で、ここに本当に毎年ここに来させていただいて、みんなでこういうふうに話してると、あまた来年もお祭りできるかなと思いますよね。ってことは来年も会って来ていただけるってことなんですかね。もちろんです。僕 まずはここのスケジュール開けるところから僕の、すごくないですか。もう思いっきり拍手、素晴らしい、ありがとう皆さん、本当活躍いただきました。よかったですね、頑張ってやってきてね皆さん。いやでもね、本当に私は今年から本当に新参者ですけども、ぶっちゃけどうして毎年こんな狭い空間にこれだけのメンバーを揃えて明けぼの先生来てくれるんですかって思ってたんですよ、うん、あのね、これはもう浅地さんとね、一番初めにだって AKB 全然売れてなくて、どこに行ってもなんかこうね、なんだその変なグループはみたいな感じでなんか言われてた時に、浅地さんだけがやりましょうよ、このなんか一回見たらなんか彼女たちの熱さがねすごく僕も心打たれました、やりましょうって言ってくださったからなんでしょう。だからもうね、これで8年目ですもんね。だからこれはずっと続けたいなと思いますし、僕らも力の限り頑張りたいと思いますし、でファンの皆さんも多分絶対いい記念だと思いますよ。だってね、8年目に の頃はまだパルルがいたんだとかあの頃はマユユがいた、マユユ見たとかってあるわけじゃない。そういう風になるし、多分あと10年したら皆さんがもしかしたら結婚してね、家庭で家事をしながらラジオを聞いてて、あ昔見に行った AFM とかっていう風になるかもしれない。これを目撃することが楽しいんだと思うんですよね。だからぜひ続けたいと思います。ね、モッチーどうなの、モッチー、えモッチーどうなの、続けた方がいい、 今ちょっと気抜いてただろなあ、見透かしてるよ、見透かされてましたね、もう完全になんかちょっとモッチーあれだろう、はい、この後何食べようかなぐらいなこと思います、ね、今日はいつものようになんか用意されてんだろうなぐらいな、よくわかりますね、確かに今日かな、この後ご飯何があるかなって、カメラを見ながら考えてた、超見透かしてるよね、見透かされてる、さすがだな、さすが、さすが、いやでも本当にね、ありがたいし、ね、ありがたい、うん、うちの曲をしてもこんなにありがたい言葉をもらえるってことはね、でも多分 AKB48 のグループ全体の姿を見てると、その最初の初心を忘れないって簡単に言いますけど、その積み重ねが今ここに積み重なってきてるんだなっていうのは本当に手のひらが語ることじゃないですけども、そういうふうに思いますね、はい、うん、泣きそうになっちゃいましたもん、さっきねえ、もちめちゃめちゃいい話してたんだよ、え、いつですか、今だよ、あ、じゃあ今ですね、何をしてんの、聞いてました、聞いてました、変わってよ、私と聞いてました、聞いてました、聞いてました、じゃあもっちもお腹も空いてきた、はい、そろそろという時間ですから、はい、さあこの公開生放送パートもそろそろエンディングが見えてきたというところで、ここで今日リスナーの皆さんから募集してきました AKB48 ナンバーワンソングトップ3を発表したいと思います。2年連続1位は夕日は見ているかでしたけれども、果たして今年は一体何位になったんでしょうか、はい、ということで、さあ、はい、じゃあ2013年本日ベイ FM に送られてきたあなたのナンバーワン AKB48 ソング集計したベスト3は果たしてどのような結果になっているのか。 AKB48 といえばガチでございます、うん、なのでベイ FM も一切操作しておりません。では行きます、あなたのナンバーワン AKB48 ソングは何、アンケート第3位、おー、ということで BFM リスナーが選んだ AKB48 ナンバーソング第3位は夕日を見ているかでした。マジだ、崩れましたね1位から、はい、3連覇
ならずでしたけれども、ゆいちゃんラブラブはですね、歌詞がとても温かくて元気が出るから大好きです、うん、ありがとうございます。それからこちらもっちよしくにっちさんは、この曲を聴くとどんなことにも頑張ろうって思います、うん、それからこれお電話をいただきました。はじめさんは、仕事で落ち込んだ時に元気をもらえる曲です、大好きです、というふうにこの曲にリクエストいただきました。はい、ということで夕日を見ているかが第3位でございましたよ。はい、それではベイ FM リスナーが選んだ AKB48 ナンバーワンソング第2位、おということで第2位はオンリートゥデイだったんですけど、すごいみんなの反応が、すごい、私も好き、これ、いい歌、ね、これはいい歌ということで、メンバーが好きなものがちゃんとファンの皆さんも好きっていう結果になってるんですね。すごい分かってる。イカシタマンボウさんは、あのポップな曲調に三角関係の悲しい歌詞キュンとしてしまいます、衣装も可愛いし、ラインダンスも見ていて、うん、おーとなります、うん、なる。それから3の指ができないさんはですね、あのせめて今日だけでも一緒にいてほしいという歌詞がたまりません、こちらお電話いただきましたよ。ジャッジャーさんは、 AKB の曲は片思いの曲が多いですけれども、元カノとの最後の一日を切ない気持ちで過ごす彼の曲であり、哀愁が漂うということで、オンリートゥデイにいただきました。いいですよね、嬉しい。秋元先生、ね、オンリートゥデイが2位ですってね、嬉しいですね、こういうね、ちゃんと昔の曲も評価されるの嬉しいですね。はい、よかったよかった。さあ、ということで、ではベイ FM リスナーが選んだ AKB48 ナンバーワンソング第1位は、恋するフォーチュンクッキー。すごい、マジか、人気そうだすげマジか、人気だな、マジか。さあ、もういっぱいいただいてます。ひろよめさんはですね、ですね、 AKB さんについてそんなに詳しくはないんですけれども、というふうに書いてくれた上で、そんな推しソングは恋するフォーチュンクッキー。この曲がラジオやテレビで流れると、お腹の赤ちゃんが元気に動き始めるので、赤ちゃんにとっても推しソングだと思います。推しソングだと思います。私はこれから皆さんのことを勉強させてもらうので、皆さんも頑張ってください。ありがとうございます。最強ソング、最強ソングできましたよ。ありがたいですね。続いてウィンターさん、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね、先に読んじゃいますね。ウィンターさんは、覚えやすい振り付け、懐かしさを感じる BGM、 これは AKB48 の楽曲の中で一番印象に残る曲じゃないでしょうか。そしてラスト、まだいけるか、伊藤子さんは、50歳なので懐かしさを感じる。そしてズボラな母ちゃんは、娘の会社も YouTube で踊っているので、ついつい娘たちの踊りを見てしまい元気をもらっています。おばさんでも踊りたくなる曲ですね、というふうに53歳の奥様からいただきました。本当、秋元先生すごいですね。すごい、ね、でもこれはやっぱりこの年代をっていうふうに狙ってはいたんですか。あの、みんなで踊れる歌を作ろうと思いましたね。でも本当にこういうふうにね、皆さんに支持していただけると嬉しいですよね。毎回毎回クソ曲クソ曲って言われますからね。新曲出すたんびにクソ曲クソ曲って言われるんだ。あの、なんかこういう風にね、あの時間出すとね、嬉しいよね。なあ、入山どうだ、入山。はい、そう思います。なあ、はい、あの入山が、入山あれ一生懸命やってるんでしょ。やってるんだけど、一生懸命さが見えないでしょ。キャラクターなんだよな。そう、一生懸命なんです。はい、うん、すごくいい子なんですよ。わかりました。秋元先生、こうなったら、まあ、2013年版はですね、リスナーの皆さんが好きな曲は恋するフォーチュンクッキーとなりましたけれども、レコ大3連覇いきますよね。いや、これはもうでも皆さんが選ぶことですしね、そのもう本当にこうそういうことを目標にしてきた時と、それからこれからはあの、そういう記録とかだけではなくて、やっぱり本当に恋するフォーチュンクッキーじゃないけども、どれだけ全然 AKB のこと好きじゃなかったけどとか、知らなかったけどなんか知らないうちに踊ってますみたいな、それをどれだけ増やすかなと。だから、せっかくリリーさんがね、いいコメントしてくださって、お祭りなんだ、終わらないお祭りなんだっていうふうにおっしゃってくださったので、そのお祭りに集まる観客の動員数よりも長くみんなが楽しめるお祭りにしたいなと思ってます。うん、それじゃあ、はい、
ではメンバーのみんなに対して、秋元先生から秋元大好き総合プロデューサーとして Dear AKB48 一言お願いします。そうですね、やっぱりみんな一生懸命頑張っているし、なかなかね、一番こう、努力は報われるのかとか、夢は夢に手が届くのかとか、今自分は何をやればいいんだろうとか迷うと思うんですけど、でもその迷いこそが AKB48 だと思うんですね。それは僕もスタッフもいろいろ迷ったり勘違いしたり失敗したり、それと同じようにメンバーがもっと年齢の若いメンバーですから、間違えること失敗すること分からないこと当然なので、何かしないよりも何かして欲しいなと。だからちょっとしたきっかけが、次の夢につながるんだと、いうふうに思うので、ぜひ、頑張ってほしいなと思います。ありがとうございました。拍手お願いします。さあ、それではそれを受けてといった形で代表でまゆゆからメッセージお願いします。メッセージ、はい、誰に対してですか？ファンの皆さんと、そしてファンの皆さん、これからの AKB48 すべてに、そして先生に対してでもいいですよ。はい、おー、そうですね、やっぱりこうしてこの毎年年に1回この季節にここでイベントやっていて、やっぱりそういう、なんですかね、昔からのこういう大事なものは絶対これからも大事にしていきたいし、人と人とのつながりというのも本当に大切だなっていうのは今日改めて実感しましたね。これからも AKB48 を立ち止まらずに、さらにさらにもっと前へ、さらに上へ突き進んでいきたいなと改めて思いました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということで BFM はこれからも永遠に AKB48 の活躍を全力で応援していきたいと思います。来年もよろしくお願いします。お願いいたします。ということで、この時間はユイハンパルルリッちゃん、はい、じゃない、かわいい、はい、アンニー、はい、モッチー、キタリエ、ミーちゃん、そしてマイユを迎えしました。さらに秋元康先生もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ベイヤクミッチ AKB48 S ステージトライ、ノンティーもお疲れ様、ありがとうございました。ありがとうございました。リカさんもお疲れ。